こんにちは、じゅんじゅんです。今日は今話題のニュースをクイズ形式で紹介します。では第1問。ここ原宿でも外国人の方たくさんいらっしゃるのですが、原宿ではないある場所で、爆買いブームが起こっているようです。2から始まる場所なんですけども、どこでしょうか？忍者屋敷？あ、手裏剣の爆買いとかですか？違います。はい、正解は日暮里です。日暮里繊維街です。日暮里繊維街は大正初期にできた問屋街のようで、90軒近くあるようですね。ミシンとか布とか針とか糸とか売っていて、そこで爆買いが起きているようです。第2問。日暮里は繊維街としては売り上げが落ちてきてしまっているようなのですが、ある国の方がいっぱい来ることによってこの爆買いが起きているようです。みから始まる国の方なんですけれども、どこの国でしょうか？三木谷社長？楽天の三木谷社長が爆買いするんですか？違います。答えはこの動画の中にあります。 VTR スタート。春の祭典。ミャンマー人がミャンマーで日暮里を知らない人はいないじゃないかしらと言ってますね。ロンジーを着物の生地で作る着物ロンジーがミャンマーで流行っているようです。ロンジーとは長い巻きスカートみたいな民族衣装です。可愛いですよね。男性も履いてます。ミャンマーは日本ほどデザインが少ないようで、日暮里に来ると桜とか花とかミャンマー人の好きな金色が入った柄とかが好評のようです。創業35年の美浜クロスは和柄に特化したことで、今ではお客様の9割が外国人だと言います。最初からロンジのサイズにカットしてパック売りをすることで、日本語のわからないミャンマー人もストレスなくデザインだけ選んで買えると大ヒットのようです。美浜クロスの浜口社長はもうお店を閉めようかと思っていた矢先の大ヒットで、今ではまあ大繁盛で、こちらのお値段は1100円になります。日暮里繊維街だと、1メートル100円で買えたり、普通の布屋さんよりもかなりお得に買えるっていうことで、コスプレイヤーの方もいらっしゃったりもしているようです。ミャンマーの方々の間では美浜クロスの袋の中にロンジーを入れてお土産を渡すことが、すごいブランド品をもらったと喜ばれるようです。行き方は JR 日暮里駅の南改札口、または京成電鉄の日暮里駅を降ります。私は JR 日暮里駅の南改札口を出てすぐ右に曲がりました。階段を下ります。下ると地図が見え、目の前の横断歩道を渡り左に曲がります。日暮里線以外は東京都荒川区東日暮里 5-33-10 になります。こちらの建物が目印になります。美浜クロスはこの道を3、4分まっすぐ歩くと左手にあります。お店には民族衣装の巻きスカートみたいにできるロンジーがパック売りされてました。ミャンマーは仏教徒が 90% で、ロンジーで肌の露出をなくせ、お寺に行く時もすぐ足を隠せると便利なようです。結構生地に余裕があり、トイレもしやすく普段着に使いやすいようです。ですがミャンマーの若者の間ではロンジー離れがあるようで、ロンジーなんて着ていられっかよ、これからはジャケットにズボンだぜという意見もあるようです。ロンジーは本来長方形の布の端と端を縫って筒状にするスカートです。私は縫ってはないですが、どんな感じになるか巻いてみました。日暮里繊維街に初めて来ましたが、掘り出し物がリーズナブルに揃います。ここに来ればオンリーワンに出会えます。すれ違った方からもいいというつぶやきを聞きました。私は和柄を普段着にしている人は見かけないので、着ることで人とは違ったおしゃれができるんじゃないかなと思いました。それではチャンネル登録をお願いします。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。